モイス・シャース、近帝薬局方と科学・モーズ・シャラスは17世紀、フランスの科学者、薬学者、薬剤師である。1676年に近帝薬局方と科学を出版した。ユゼスに生まれた。古典を学んだ後、薬学を学び、オランジュで薬局を開いた。1646年頃パリに出た。当時下毒剤として知られていたテリアカを公開で、 調整し、1667年に、テリア化の成分を書いた、著書、ズリアク D& アンドラマカスを出版した。1672年に、王立植物園の監督官、アントワーヌ・ダキンに雇われ、植物園の科学の実験助手になった。ダキンの指示で、当時の薬剤の製法をまとめた、近定薬局型と科学の編集を行い、この書は、 公表を得て中国語を含む多くの言語に翻訳された。1680年にプロテスタントの信者である疑いを受け、フランスを逃れ、イギリスに渡った。イギリスには3年ほど滞在し、その間に医学を学んだ。その後スペインに渡り、マドリードで開業した。1686年に異端審問を受けるが、オランダの外交官によって救われた。 その後も異端神門にかけられ、カトリックになることで1689年に釈放された。オランダに戻り、1691年にフランスに戻った。その年、科学アカデミーの会員に選ばれた。シャラスの治療法はまだ中世以来の知識、錬金術に影響を受けたもので、邪毒やヘビ肉をデディア化の材料として用いた。 1699年に邪毒に関する著書、ニューベル・アックスペリアンス・シュール・ラ・バイパー、レイフ・デ・サン・ベノン、リレリマド・エクス・キスク・レ・アーティス・ツ・プーブ・タイラー、ジュコープス・デセット・アニマル・ウィル・エイトゥーリを発表した。現代の知識からは、多くの間違いが含まれるが、毒の治療についての理解が進められている。イタリアの医学者、フランチェスコ・レディと邪毒に関する論争を行った。レデ,ディは、 邪毒は常に有毒であると主張し、シャラスは蛇が興奮した時のみ有毒であると主張した。ウィキメディアコモンズには、モーズ・シャラスに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。